イエーイベーク、こっちまで来てみろベーク。あ、無理無理無理。いやー、はい、こんな感じでね、一応掘ったて小屋ですがほんまに掘ったて小屋やな。一応沼地にちょっとした拠点を置きました。でね、ポータルも設置したんで、こっからいつでも行き来できる状況ですね。こっからちょっと沼地の攻略していきたいんですけど、敵強くて本当にどうしようって感じなんですけど。発見しました。ここがダンジョンでございます。さあ逃げよう。バイバイ、死ぬかな。あ、これいったか。おお、奇跡的に生きてる。あー、死んだか。まあいいや。とりあえずね、あのダンジョンは発見できたんで、あそこをちょっと攻略していきたいな。一応鉄っていうのが取れるらしくて、そっからまた次の強い装備できるんで、それをとりあえずね、作っていきたいんですけどね。一回入ってみましょうか。どんなとこか知らんし。沈んだ墓地。泥まみれのゴミ山。なんやそれ。もうちょいマシな名前なかったんか。このまま。クズ鉄？お、なんだ、毒の矢。へえ、これはいいぞ。いいぞ。ロケーションを追加。だいぶ離れてるね。だいぶ離れとんね。うわー、なんかおるわ。うわー、あー怖えー。ちょっと一旦出よう。大丈夫、クズ鉄は持ってる。え？嘘やろ。またこれあれやん。あ、テレポートできひんアイテムがあるから、そういうこと。おお、そういうことか。なるほどな。なるほどなるほど。テレポートを阻害してるアイテム持ってるとテレポートできひんってことか。はあ、初めて知ったわ。今さらやけど。銅とかね、そういうのはテレポートできないみたいですね。はい、来たー。来ました。鉄を入手することができました。いやー、でかい。ね、さっき取ったクズ鉄を、溶解炉で溶かすと、なんとね、鉄になります。で、これでワンランク上の装備が手に入ると、そういうことですね。いやー、いいですね。
が、しかし鉄もテレポートできひんのか。つれえな。鉱石が移動できないということは、運ばないといけないってことやね。ということは、一回海渡って運ばなあかんのか。きついな。よし。とりあえず、食事の方を、充実させたい。くず鉄を掘っていくためには、ちょっと強い敵とかも出るんで、食事を充実させたいんですよね。で、とりあえずこのソーセージっていうのが、まあ結構、いいみたいなんで、そのソーセージをとりあえず一旦ストックしていきたいなと思います。で、アザミを取らないといけないんで、沼地で取るかなと。いや、黒い森の方がいいか。ね。ちょっと怖いし。とりあえず昼は生肉を調達して、でね、夜はアザミの方を収穫しましょう。それで行こう。よしよし、夜に行くとこんな感じで見つけやすいんで、夜をおすすめしたい。さあ、これで一丁行ってみようかな。鉄くず掘りに。一旦ね、ソーセージと、女王のジャム作ったので、これとね、まあ4つしかないですけど、とりあえずこれでまあ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 一撃ではしないのちゃうかな。っていうことで行ってみましょうか。それじゃあ行きましょう。僕らは稼ぎ掘りだ。うほほほほほ。どんなとこから攻撃してきよんねん。なんだこれ。まあ無理やな。壊れたか。一回でまあ21個か。結構やね。よーし、こんな感じでね、ちょっとどんどん行きたいです。噛んだわ。こんな感じでね、どんどん行きたいんですけど、問題はどうやって運ぶかやな。一回で行く分もたかが知れてる。
はい、こんな感じでね、頑張って掘りました。どうですか？いやー、まあまあ、男女潜って結構掘ったんですけどね、まあ結構集まったんじゃないかなと思います。うん。で、あとはこれを本拠地まで運ばないといけないんで、頑張るかー。こんな時に？嘘やろ。ええこと出航せねば。こんだけ持ったらいけるやろ。よし。鉄をいっぱい積んで、出発。いざ行かん。いけるか。行ってくれ。頼む。お願いします。もうゴリゴリなんだよ。ちょっとね、もうあの悲劇だけはゴリゴリなんでね。うわ、トロールいるやん。どういうことか。地面が揺れてるってそういうことね。イエーイ、ベーク。こっちまで来てみろ、ベーク。オープンねー。こいつめっちゃ来てるやん。お、すげえ。はい、ということでね、今鉄を持ち運んでいる最中でございます。なんとストレージに入ったっていう、知らなくて。この船すげえな。4つ入るんで。これで本拠地に持って帰って鉄の装備作っていきたいっすね。いやー、長かったマジで。僕の作ったチンケな港が見えてきましたよ、皆さん。さあ行こう。帰るんだ。本拠地に。鉄くずを持って。うわあ。やめて、お願い。お願い、トロロさん。やめて。いた。なんか。ああ、無理無理無理。いやーん。えげつないことしてくれるやん。はあ、はあ、どこでつまんだよこれ。よいしょ。はい、やっと到着しました。いやー、長かったですね。はい、もうこりごりですけど。ということでね、鉄を生成していきます。よいしょ。はい、持ってきた鉄の方、溶かし終わりましたよ。それでね、鉄の装備の方も作りました。ギンギラギンになったね。鉄装備の方ね、3つね。あと、鉄の斧作った感じですね。あと武器は、ちょっとね、鉄の大ハンマーっていう武器を作りたいなと思ってるので、それに鉄を使おうかなと思ってます。いやー、今回はね、鉄装備を作るまでの動画となりましたけど、うん、今のところどうやろ、順調と言えるんかわかんないですけどね。まあ順調ですかね。途中何回も死んでますけど、
一応は装備も取り戻して、まあ、最終的にこういう状況になったんでよかったかなと思ってます。それじゃあ次はね、第3のボスを倒していきたいなと思います。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。